じゃあですね、今日肩と肩と肩と肩、肩甲骨。肩甲骨長いですかこれ。ここですか。はい。あ、いやそうでもないと1年ぐらいです。多分結構やりますね。うん、まあだいたいこんなもんですけど、うん、まだ自分歴は、あ、でも肩意外とまだ長いですか。うん、やばいですね。これであれば、うん、年齢が23歳ぐらい。あ、惜しいっす。惜しい。今年22か。だいたいそれぐらいの方かなって今予想ついた。すごいな。うん、すごいな。あ、でも猫背だな。すごいね。猫背ですか、これ。すごい猫、ね、やっぱり。うん、まあでも日本人猫背だからね。基本的に。腰、はい、曲がる機能が生き物だから日本人は。はい、行きましょう。よし。でまずね、あの肩周りからちょっとほぐしてね。その後肩甲骨いきます。あ、でもこれぐらいやったらすぐ余裕だ、余裕。余裕ですか。うん、余裕です。肩こり感じます？肩こりの肩甲骨の。肩こよりも肩甲骨が痛いって感じ。痛いって感じです。痛いって感じですね。学校行かれてたんですか。ああ、そうですね。自分の方はあのどっちかというとあの民間の学校の方で1年間修了って感じで、ね。ええー。まあそこからもう専門かれこれ10年前以上になるんですけど。すごいですね。そうですね。もうマスター受験は10年以上経ってます。難しかったですか。最初。はい、最初難しかったな。こう指の感覚っていうんですかね。あ、その分からんですよね。勉強して分かっても実際やらんと分からんですね。うん、そう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 。いや、どんなもんでもそうですよ。やっぱりサービス業の人ってみんなそうなんですけどね。やっぱり歴重ねて経験がねものを言いますので、本当経験あってこそですね。うん、それももちろん。いや、今から頑張ってください。頑張ります。仕事何系ですか。仕事はもうなんかもう体力使う系です。体力使う系。意外と。意外と使う。ちょっと右が硬いね。あら。酔っ払い動物にマッサージという餌を与えちゃってください。めっちゃ気持ちいいです。めっちゃ気持ちいいぐらい。であれば結構あの首も少しは疲れてますね。肩より首だな。いいですか。うん、首だな。首か。頭痛とかそんなきます？頭痛はでもあんま来んですね。そうや、来んですね。別に左はそうでもない。本当ですか。右の首ね。この硬そうですね。OKOK。じゃあこう来まして、じゃあ次に、肩甲骨とか、はい、じゃあね、肩甲骨はね、はい、ちょっともうこれだけでしょ、見てください。肩甲骨は、すごいすごいすごい。これは絶対初めてと思う。これ初めてです。おお、すごい。どうですか、気持ちいいですか。痛気持ちいいぐらいです。あ、でもね、確かに肩よりも首よりも肩甲骨が硬い。おう、うん、23歳のレベルにしては硬い。硬い、うん、あ、それは悪い。結構ね、やっぱね、猫背の人ってここら辺平らになりやすいんですよ。そうっすよね。うん、どうしてもね、肩甲骨がこう抑えられる、こう抑えられるっていうんですかね、はい、うん、で、どん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 23、24、30ぐらいになったらこう何もケアしてなかったらぺったんこになります。まあ仕事によりけりですけどね。どんな仕事をかによりけりでこう体って変化します。硬いっすよね。硬いっす。あの離したらポンって引っ込む。引っ込みますね。速攻引っ込みますね。これでもまだあの全然改善の余地があるんで。改善してるんですか。であるならば、まあ、自分でセルフケア、はい、うん、家で、まあ、今 YouTube ありますんでね。あの猫背解消のストレッチから、まあ、あとはもうこういうことをしてもらうとかね。やっぱそれは、まあでもでもそこの人たち怠慢だからな。なか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 しないからな。見るだけで終わるっすね。うん、はい、こっち。あ、はい、こっち。左の方がちょっとあるかな。そうですね。多分そう思うんですけどね。やっぱ首周りもそうやったんで、左の方がちょっと。いや、でも意外と、あ、え、そうでもないわ。右の肩甲骨の方がそうでもない。逆に柔らかい。あんまり痛くないです。痛くないでしょ、全然。やっぱ動かしてるってあるんですよ。結構仕事右腕で動かすんで、ね、結構使うでしょ、はい、やっぱあの動かしてれば動かしてるほどそのほぐれてくるんで、まあ、疲れはできてきますけどね。疲れは、うん、疲れは絶対もうしょうがない。でもね、あの健康的にはもう間違いない。
でもこれ結構やっぱ均等じゃないといけないからね、なるべく左も意識してこう使っていくっていうことをねやってください。じゃないとどん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 ね、今度は結局のところほら右腕よくても左でどんどん硬くなったら左肩下がりとか、うん、肩が下がってきたりとかね、まあ、そこからまた悪くなったらどんどん肩が悪くなったら今度どんどんあの背中腰ってどんどん降りてくるパターンもありますんで、今度は最終的には骨盤まで歪んできたりね。マジですか。うん、だいたいお隣がどんどん影響してきますんで、硬さっていうのはね、まあ、ケアしてたらそんなことないですけど、そしてくると今度は腰が悪くなったり、いろんな可能性がある。ケアが大事ですね。大事ですよ。そういうことを教えてます。ということで、もうちょっと左。左側。右で大丈夫。もう一回ね。はい、左側。左側悪い。左側悪い。はい、だけ。力だよ。力だよ。はい、こう。おー、すごい。左肩ですか。全然違うじゃん。痛いっすね。おー、だ気持ちいいな。おー、あー、勝手やべ、取れそう。いやでもね、これやった後全然軽いですよ。本当ですか。うん、間違いない。上の方からね、意外とマッサージ受けるの初めてじゃないですか。初めてです。初めてでしょうね。おお、すごい。まあこれを機にどうぞ。結構大分県マッサージ多いんで。そうですか。うん、マッサージ店多いっすよ。まあでもあの上手い下手って結構あるんですけど、ね、やっぱ。そうなんですね。まあそこは見極めながら。難しいですね。うん、でも、結構でも若い人でも利用すると結構利用してますよ。うちなんかお店やってますけど。あ、お店でやってますか。うん、結構25歳未満の男性の方とか一人で来たって、うん、来たりしますね。どこですか。あ、うちは南大分です。あ、よし、こんなもんかな。うん、じゃあ最後締めでやっていきます。よっしゃー、ありがとうございました。どうでしょう、ちょっとね、こう肩を回してみて。やばい、やばい、本当やばい、本当やばい。やったー、すごいレベルアップや。やばいっす。よかった、ありがとうございます。また見かけたらどうぞ。毎週土曜日やってますんで。また来ます。どうぞ。はい、お願いします。